三小三線式とは、三小交流電力を3本の電線、ケーブルを用いて供給する配電方式である。三小三線式配電線59羽未満の動力線用引き込み線、構内幹線などに用いられる。三小変圧器二次側から電圧のかからない設置された線 W と、他の端子から対地電圧 200V の電圧がかかった電圧線2本 U。 V トを引き出し UW もしくは VW にて相二 200V 負荷に3本接続して3二 200V 負荷に供給する。この方式は英語ではコーナーグラウンデッドデルタと呼ばれかつては3相4000式よりも安価な方法として世界的に広く使用された時代があった。日本では今でも標準的に使用されるこの方式はデメリットが多く現在では 日本以外では旧式としてほとんど採用されていない。家庭用の製品はほぼ炭素機器であり、炭素機器は第一へのリターンパスであるニュートラルを必要とする。三章4選式にはニュートラルがあるのに対し、三章3選式はもともとニュートラルがなく、設置した W をニュートラルとして使用することになる。一章が設置された三章3選式は、本来、 三照負荷を考慮した方式であり単相負荷には適していない。RTA、単相負荷を接続すると2 0 0トの電位差は得られる。ものの、大地へのリターンパスがなく、基準電位を得ることができず、余剰な電荷が回路、線路へ止まり、長期的にはトラブルが発生しやすい。技術的な話とは別であるが、電力会社の約款では、基本的に、 炭素負荷を参照三線式へつなぐことを認めてはいない。また、IH クッキングヒーターや食洗機など炭素 200V 機器メーカーは、炭素 200V 機器を参照三線式へつなぐと、感電や火災の原因になるので、避けるよう案内している。200V 仕様の LED は参照参式へつなぐことを認めているが、それでも、 機器のニュートラル側を設置省 W へ繋がないとノイズが発生するとしている。単相100ボルト負荷に供給するためには別に低圧低圧変圧器が必要であるので、小容量の電灯、動力供用配電線や校内幹線には電灯、動力供用3小4線式が用いられる。需要密度の高くない地域の配電線、50区場を超え2000区場以下の引っ込み線、 特別高圧受電の場合の校内感染などに用いられる。通常は非設置系である。校内受電設備で高圧から低圧へ変電し、伝統、動力供用参照4線式、低圧参照3線式、単相3線式の校内感染で負荷に供給する。ありがとうございます。